おはようございます。本日は2019年の3月19日、北海道函館市、湯の川にあります、望楼の内函館というホテルの、部屋から今映しております。昨日一昨日とあそこからね、今こちらを映しているあの山の奥の稜線から日の出がきれいに見えたんですけれども、本日はちょっと雲が出てまして、どうだろう、今これから登ってくるところだと思うんですけれども、日の出はどうかなという感じです。で、今日はですね、これから準備しまして、チェックアウトして東京に戻るというふうな日でして、なんか今日は、昨日は大変天気良くてね、夜は函館山に行きまして夜景を堪能しました。画像ではどうだろう、実際よりはね、写りがどうかなという感じしますけど、実際に目の前で見ましたら予想以上に綺麗でして、やっぱり有名な函館山の夜景はこんなに綺麗なんだなという感じは思います。ちょうどね、くびれてる感じ、本土とその函館山の間のトンボロっていう函館の町の大変綺麗な夜景が見えました。あちらに見えてるのがあれは函館空港ですよね、多分と思います。これねの方だと思うんだけど、これ違うのかな。で、今日は昨日の夜から風が強くて、大変ね、風がビュー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 と夜も吹いてました。ああいう工事現場に置いてありますね、ブルーシートや何て言うんですか、建物のカバーなんかがああいうふうに風で揺れてる様子が分かりますし、今日はどういう天候になるのかな、まだちょっと確認してないんですけど、少し荒れるような天気になるのかもしれませんけど、我々はね、そのまま、新幹線はやぶさに乗ってまたグランクラスに乗車して帰りたいと思います。あちら本土見えますね、本土っていうか本州うっすらと今日も見えております。大間の町の方面ですね。やっぱりあれですね、ちょうどどうだろう、太陽が出てくるところに、少し厚めの雲がかかっているような感じで、日の出はなんか見えてこない感じですけど、風強くて曇ってるんですけど、朝はそんなに冷えてる感じはしないですね。ただもしかしたらこの後気温が上がらないとか、多少雪が降ってくるとか、そういうような天候になるのかもしれません。本当によく風が揺れてまして、吹いてまして、ああやって揺れてますよね。それじゃあ今日も一日よろしくお願いします。本日4日目の朝ですけど、3回目、部屋はまた違って、今度はお庭に面したお部屋ですね。で、トマトジュース飲んで、朝食いただきたいと思います。ちょっと風が強いのか木が揺れています。こんな感じです。で、今日はまず生ハムサラダですね。あとはトマトジュース。じゃあいただきます。あ、はい、あ、すいません。この魚は何なんだろう。これは。半分磯だね。あとさ、3日ほども養殖だったね。はい、ここは今、
北海道函館市函館 JR 函館駅の前にいます。今日これからどうだろう、10時18分の函館ライナーに乗りまして、新函館北斗駅に移動しまして、でそこからはやぶさに乗車して東京まで戻りたいと思います。今日の函館は天気薄く曇りですけど、寒くないですね。全然寒くないです。でこれ函館駅前、函館は、まあ、駅前中心にあれなんですけど、そんなに交通量多くないんですね、他の都市に比べましてね。ですから渋滞にはまるとかそういう感じは一切なかったですね今回。そこにルートインホテルありまして、まだいくつかあそこにも建設中の、ビルディングがありますし、こちらにも今建設しているビルがあります。なんかあそこに書いてあるな、いろいろとね、書いてありますけど、建築上のね。それでは今日はこれから戻りたいと思います。レッツゴー。なお、空港コントローラーの方には車内販売ございませんので、お買い物は駅コンビニ等をご利用ください。こちらのショップを少し見てみたいと思います。今ホームにやってきまして、新函館北斗駅まであちらの函館ライナーで行ってもいいんですけども、せっかくだから10時、その前に10時5分発のスーパーオクト7号っていうのが出るんですね、こちらなんですけれども。で、これに乗るにはもちろん乗車券だけじゃなくて、特急券が必要で、新函館北斗までは310円かかるんですけれども、プラスで。で、せっかくだからこれに乗っていこうかと、ちょっとの距離なんですけれども、行きたいと思います。このスーパーオクト、は札幌まで行くんですね。札幌まで3時間40分ぐらいかな、かけて行く電車ですけれども、こちらで乗車して函館、新函館北斗まで行きたいと思います。なかなかブルーで、みんな記念写真撮ってますよね。すいません、今スーパーオクトに、このスーパーオクトに乗りまして、新函館オクト駅に到着しました。このスーパーオクト7号はこの先、ずっと、札幌までさらに進んでいくということになります。じゃあ私はここで新幹線に乗り換えて東京に戻りたいと思います。駅のここは待合室のところですね。今年の7つの輝き、八橋道也さん、ふるさと北斗。なるほど。北斗の拳、ケンシロウの銅像が。明日への飛行、なるほど。から人形装飾追
池中高土器、縄文時代のものなんですね。